ということで本日司会とサードコーラス担当させていただきましたこっちのケントと、はい、ソロを担当させていただきました長谷川と、はい、同じくソロを担当させていただきましたルーカです。声高いな。セカンドコーラスを担当しましたサキです。リードを担当させていただきました虹色侍のズマです。ソロリードを担当させていただきましたシラスタのシラです。はい、ソロリードを担当させていただきました宝部良一と申します。トップコーラスの岡野友香です。ベースとアレンジを担当しました大勢です。よろしくお願いします。なるほど、緊張感がね。ずっと緊張してた。ずっと緊張してきたな。はい、ということで、まあ、本日の主役でもあり、特別なゲストをもう一人、ご紹介させていただきたいと思います。歌手の木山優作さんです。よろしくお願いします。木山優作です。改めましてよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、簡単に自己紹介をさせてください。はい、僕はもう、1968年生まれなので、今年52歳になります。だから皆さんのお父さんぐらいかお父さんよりも上かもしれません。うち子供4人いて男の子4人なんですけど、もう一番上が多分一緒ぐらい、ね、今年25歳になる年ですね。で次男が大学4年生だからもう22歳になりました。で3番目が大学1年生で19歳で、ちょっと離れて一番下が中学2年生13歳ですね今ね。で男の子4人育てて、去年までは会社員やりながら歌を歌っておりましたけれども、よりによって去年コロナの前にですね独立しまして、もうなかなか今年はあの大変な年になっていますけれども、上の2人が成人しまして、で残りの人生どう過ごそうかって考えた時に、やっぱりもう一回歌でいろんなことをメッセージしていきたいみたいなことを考えまして、あの今はフリーでやっております。今からだから13年前にホームという曲でデビューしました。当時ですね、僕36の時に癌になってしまって、でそこで喉の癌だったので甲状腺なんですけどね、その時に先生から声が出なくなるかもしれないっていうことを言われたことがきっかけで、自分にね残された時間何ができるんだろう、それを考えた時に僕の場合はやっぱ歌が歌いたいっていう思いで、38歳の時にオーディション番組に応募しまして、それがきっかけでホームという曲にたどり着きました。でなんとなく応募したわけじゃないんですよ。もう38になってて子供が4人いて、なんとなくってやっぱなくて、もう本当に時間がない、その中でいつ死ぬかもわかんない、何やろうかって思った結論が、まあよりによって歌手だったんですよね。だから周りからはすごいやっぱ言われて、もうサラリーマンやりながら歌手なんかできないだろうとか、そんなこと言われたんですけれども、まあ結果39歳でデビューして、で去年までは12年間は会社員を平日やりながら、そうですね、土日に歌を歌うというそんな生活をしていました。はい、なんちゃって会社員でしょとか言われるんですけど、いやそんなことはなくて、で僕の場合はそのリクルートという会社に結構長いこといたんですけど、リクルート情報が出ない前職前職リクルートじゃん。スーモの立ち上げの時に僕制作やってたんですよ。だから一月帰れないとかダメなんですよ。そんなよりによって一番忙しい一番忙しいところに、ね、そうなんだ。そうなんですよ。スーモは大変ですよ。でそこに13年中12年ぐらいスーモにいたんですね。でデビューした年ももちろんリクルートにいたので、なのでデビューしてから3年ほどはだから、もうね休みが1日もなくて、うわ、ただもう気が張ってるから風邪もひかないんですよね。3年ぐらい経ったぐらいで初めてなんか2日連続で休みがあったんですよ。その時に俺は何をして過ごせばいいんだろうっていう感じになってる時に、これはやばいと思って、こんな状況に頭がなってると気がついたら死んでるかもしれないと思ってでちょっと立ち止まろうと思って、もう少し残業がない会社に、僕だから転職が多くて、7社ぐらい経験してます。あ、そうなんですか。あの、デリシャと3回転職してます、ね。はい、一応管理職でそうですね、転職をしまして、最後はゲームの会社にいたんですけれども、はい、そういう意味では皆さんももしかしたらそうかもですけど、いろんな人生ってあっていいと思うんですよ。で歌って特にいろんな人生を声にまた反映するもんだと思うので、僕の場合はまあこんなもしかしたら変わった経験かもしれないけれども、そんな、まあ、経験をもとにいろんなお話とかいろんな歌を歌わせてもらうことで、まあ、結論は
ちょっとでも聞いた人がね、なんか楽しくというか、あの特に今年はコロナがね、すごい影響してるわけ で、音楽ってなかなかその中で何ができるのかって分かんないんだけれども、少なくともなんか音楽聴いたら、その嫌な気持ちになる人はあんまりいないと思うんですよ。音楽ってやっぱり何かしら心をちょっとだけ元気にしたりとかね、そんな力があるんじゃないかと信じて、あの新たな思いで歩き始めました。そんなタイミングでですね、こういう本当に若い方たちがですね、ホームをですね歌ってくださると聞いて、本当に僕はワクワクしております。本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今日は、はい、いろんなお話をさせていただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。これを、はい、皆さんで今回歌ったホームって曲も、その、はい、うん、なんだろうな、もうめちゃくちゃ忙しい多忙な時期に歌った曲じゃないですか、はい、家にいないんじゃないかって言われてました、その時。平日忙しくてね、会社ばっかりで、土日はもうずっと地方に行ってるから、会社の上司からはお前ホーム言うてるからホームにおらんよ、なかなか思うよ、それすごい言われてました。本当にじゃあもう帰ろうよと思って帰れないからこそ。逆に今回その普段楽器の上でリードボーカル歌うことがまあ普通だと思うんですけども、そう今回その大勢のアレンジしたアカペラアレンジで逆に体制的にはどう、なんか意識したところとかって、挑戦的なアカペラっていうよりは、うん、原曲の良さをしっかり残したアレンジにしようっていうのを心がけて、体制としてはなんか珍しい楽曲やなっていうのは個人的に確かに。あ、そうなんですね。なんか僕はよく変なことをやりたくなるんですけど、すぐボサノバアレンジにするんですよ。そう、やっぱオーソドックスなハモリがこの曲に合うんじゃないかなと思って。なるほど。確かに木山さん的にはどうですか、はい、そのアカペラアレンジで歌った感想といいますか。いや初めに楽譜を見せていただいて、で僕が A メロの頭を歌うじゃないですか。でその時に原曲はまあピアノが入ってるんですけれども、今回のアレンジはベースの方の声だけだったんですね。あ、だからめっちゃ荒が目立つんですよ。すごい緊張しました。やばい、これオリジナルよりも緊張する。伴奏が1本っていう音、そうそう、だからこそ結構思いが伝わるアレンジなので、はい、ちょっと楽しませていただきました。むっちゃ難しいんですよ、本が高いですよね。いや、本当にそう、音域が結構あって、僕、うん、声が高いって昔は言われたんですけど、そんなことなくて高く聞こえる声なんですね、うん、だから実際そこまでもう、それこそ今若い方で流行ってる曲ってすごい声が高いから、うん、僕はそんなに高くないんですけど、ホームの一番最後の高いところがあって、あそこは多分そう死ぬ気で毎回歌ってます。今回も10回ぐらい死にました。そうですよ、今回それで言うと、その他のリードボーカル陣のもともとがそのハイトーンをお持ちの方々、そうだ、方いるので、ハイトーンプレイヤーばかり、はい、あ、皆さん声高いんですね、やっぱり。みんな高い。ルーカちょっと今喋ってみて、何でもいいから。いや、そんなに高くない、ちょっと高い。逆にルーカからしたら、ホームって歌い、逆に歌いづらい。いや、歌いづらいとかそんなことはなくて、もうむしろなんかすごく感情込められる思いだと思います。個人的な、そうでした。いや、でもすごく初めはさっきね、アレンジの話に戻るんですけれども、はい、静かに始まって、でだんだん皆さんが参加どん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 してくださって、でリードボーカルも順番にいくじゃないですか、はい、でやっぱり、まあ、当たり前ですけど、やっぱ個性がやっぱ皆さんすごいある方なので、でそれがどん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 声が集まっていく中で、で最後うわってみんなでハモリもそうだし、同じメロディーを歌うみたいなところになった時は、だからすごい、なんか僕もドキドキしました。楽しかったです。あ、本当ですか。うん、なんか自分の声がその中でどのくらいの位置にいて、最終的にどんな風に融合するのかっていうのがすごい、なんか歌えば歌うほどやっぱり普通のオケで歌うやり方とはやっぱ別の全く違う感じにやっぱりなってくるのを感じながら、さっきね歌わせてもらいましたので、すごい、そうそうですね、我々としてもこのいわゆるステイホームの期間で、まあ、リモートで各々が演奏して歌ったので、それこそ最初ベースの1本があって、まあ今回コーラスの友香さんが取って、はい、で僕が取ってみたいな形で、各々がその完成図をワクワクしながらね、はい、待つっていうのはすごい楽しかったですね。すごい、いや、すごかったですよ。いや、もうでもすごく、さっき実は白田さんのね YouTube 見せてもらったんですけど、ありがとうございます。ここにいます。今日来る時もね、今日来る時にそう見させてもらってて、ですごい面白い。だから一回そうちょっとホームも教えてもらって、うわ、ね、いや、どんな感じになるのか
今後行きたくないですか？10年、20年歌い続けていくためのもう教えるっていいです。いやでもすごい聞きたいな。でも今の時点で思ってるのは、はい、マスクつけてると思えない声のなりなんですよね。なんでよ。そうだね。絶対削られるはずなんですけ ど、 いやいやいや、おかしくないですか声のなり方。確かにもう入ってますね。違う。はい、というわけで知らせてください。フルバージョン聞きたい。すごい難易度が何ですか、ね、すごくすげえ今のそうつけてるのにと思って。でも本当に通る声ね。そうなんです。ただ今日思ったのがね、さっきね歌っててささやくんですって僕。そのね、なんか何でしたっけ、ささやき系というかウィスパーボイスで抜いちゃうんですよね。あ、そう、抜いちゃうから、なんかそれがほら12年間歌ってるから、特に A メロね。でそこをちょっといろいろと、ちょっと今日はアドバイスいただいてやってみたいな。さすが大成、アレンジャーですから。そうなんですよ。だからやっぱりそういう、そう、なんかもうとりあえず何でも言ってくださいみたいな、あの優しいお言葉をかけていただいて、僕もちょっと大丈夫かなって思います。でもすごい、ね、あれさ、ただ声がバックだから、楽器と帯域違うからこう使える、こうなんだ、音量の抑揚の幅とか声質の幅とかは結構制限されますね。そうですね、アカペラは。そうですね。でさっきもおっしゃってたように、なんかオケ、あのそのオケの伴奏と違って、自分たちでこうノリを生み出していかないといけない、リズムを出していかないといけないっていうところで、なんか普段の歌い方とちょっと、そうそうそう、あの変えないとなみたいな話はしましたよね。今日なんか火がついた感じなんですよね。今日火がついた。だからこれからちょっといろいろとまた何か化学反応じゃないけど、うん、なんか歌って、そうやっぱり年とともに声も多分変わってはくると思うんですけど、そう歌い方も あんまり僕は変えないようにずっとこの12年間ね、ずっとその CD とそっくりみたいなのを売りにしてきたんですよ。あ、なるほど。今のところはちゃんとデビューの時と変わらずにちゃんと歌えるっていうのをちゃんと年を取ってもやっていきたいなと思うんですけど、ただいろんな歌い方はやっぱり僕はそうもっともっとね、あの習得していきたいなと思うので、白田さんよろしくお願いします。じゃあその動画を楽しみにしております。待ってますよね。ぜひよろしく。いやもうぜひよろしくお願いします。はい、ということで本日はこ まあ、このそうそうたるメンバーでホームを歌わせていただきましたので、ぜひまだ見て いない方は見ていただければと思いますと。すぐ僕のチャンネルみたいになってまあ、各々 の、 あの YouTube チャンネルもありますので、皆さんチェックしていただければと思います。